じゃない、就職に、就活に対して。また諦めてないんですね、うん、素晴らしい。でも私来年もう一回受ける。行くんですか？航空受けるんだ。来年航空って何月ぐらいなんですか？わー、4月ぐらい。まあでも一回経験してるしね。そうそう、わかりますよね、ノウハウ的なもの。ジャルと、あ、そうです。社員？社員、前のジャルですよ。私はジャル。そう、これはまだ就活中に買った。大盛りに、大盛りに。でもじゃあ一応ジャルも行きつつってことですよ。そうそうそう、行きつつ。普通部署も結構やってるから。誰に？前のバイト先の上司が。マヌ、マジでカズさんのお父さんもゼニックの偉い人でしょ。そうで、ね、まあそのせいで5日間航空、何だっけ、空港に滞在する羽目になったんですけど。あー、なんで？なんかあれじゃないですか、お父さんあれやから、うん、チケット取らなくていいって言った、うん、会えたらダメだって言ったんですね、うん、で、開かなくて、開かなくていつかみたいな。サンフランシスコで、どこでしたっけね。まだ笑えるね。だったらお金払って普通に買いたい。こういう会も全部やばい、入ってしまった。そうだそうだ、ちかぎさん、たまに消してな。ずっと撮ってますよ。あ、でももうこれ39分しか残ってない。次撮れへんとかじゃ全部あかん。そういうのかな。ちょいちょい切っといた方がいいんちゃう。じゃあ切ろっかな今。ゆきさーん、Thank you。 泣きなし。あ、ちょっと取りすぎや。ブブかと思ってる。お願いします。はい、こうすればいいだけなんで。はい、行けなかった。行く行く。バイト君でどこ？サイベーッ！面白い。そんな顔で見といて。あかん、あかん。待って待って待って。近く映ってない。あ、私映りたくないねん。かわいいよ。黙れ。変なことしてる。お疲れ様でした。はい、疲れたな。あかん、疲れた。あきひよさん、ちゃんと撮ったで。リワード。イエーイ。うるさいな。カズキそっくりの顔言われたよ。ちょっと似てない、カズキ。カズキ言われた感じ。おかしいってこれ。誰誰誰誰。水上拓郎とかやつ。素人。じゃあじゃあ芸人。コロナには歌う。じゃあじゃあじゃあ。じゃあじゃあ。じゃあ、よし、絶対来てますよ。OK、OK、OK。何時？7時。ポテトアップになるから。お疲れ。お疲れ様です。写真とかいいな。写真撮るな。あ、違う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 。これ誰のカメラ？お前のカメラやろ。あれですよね、タッキーが乗れてないみたいな。それしかしてへん。イエイイエイイエイ。映して。え？映して。映さへんのよ。なんやねん今さら。あ、すごいでかい虫が。ウキさん、ウキさん、ウキさん、強い。みんな映んない。みんな映ったかな。もう。それ試合ずっと撮ってた。撮ってたで。ずっと追いかけてた。マジで見た？俺の前中。もうな、え、やってなくない？いや。ごめんごめん、撮ってない。スカートは短いスカートアイテム。お前のパンツ短いパンツ。おかしいからそれ。せーの。なんでお前ビデオやねん。ちょっと待って、ビデオと撮ってきたいじゃないですか。ビデオ撮られたくないよ。撮られたくない。もうインタラムでずっとこうやって動画だったら。あ、てかさ、撮ってあげるよ。あ、本当に？あ、はい、違う。お疲れ様です。ロッキーさん、キーパー。
ぱヘニャヘニャやったよ。止めてない。タートルネックのキャッチだろ。タートルネックいっぱいいるから。君、私がチーム写してあげるよ。私は映らなくていいんだよ。声出演。リノ。じゃあ私声出演してあげる。5?6? おーい、ヒロさん。やめてよ。ちょっとこれいじめやろ。乳首みたいじゃん。乳首じゃん。乳首じゃん。下ネタじゃん。じゃあ写真撮ろう。できた？ヒロさん、ヒロさん浮いてる。ヘビーって言われてるやん。オッケー、何枚か撮った。オッケーオッケー。誰の？ありがとう。パチみたいな。なんでそんな潜在的に会いたがってたんじゃん。さあそうかな。ヤスしか。懐かしいやろ。うん。でも今回サードポジションもやから。ヤスさん。どこまでだれ。まる。あと1時間か。そう。全員残ってなかったらもらえないですか。いや、そう。だからこのインフォーム来て。ああ。ああ言ってましたね。朝だけでも無理じゃないですか。朝だけ。お前ちょっと色違うって。まあ最悪相手に言ってたじゃん。最後に言ってた。俺は大輝じゃなかった。そう、相手持ってきてないじゃん。今日は消えたぜ。All right, Yuki, you cannot go to Yuki anymore. No more house. Hopefully, Japanese Yuki are better. Go to Japan for sure to see you. Okay. On this one, I wanna play. 頑張れ。またに。また日本で会いましょう。お、ペチュンでママミント。もうそれでいいわ。もういいの。じゃあ最後もう一回二人やってこれ。元気でね。頭悪い。はい。イエーイ、さゆみです。まあね、今日帰るということですけども、私の一世一代の晴れ舞台の日に帰るなんて薄情者ですね。まあ、ゆきさんのカレー美味しかったです。日本で機会があれば、また作ってください。バイバイ。あの、もういいですか。そんなアップル撮っとった。あ、ゆきさん、卒業誓っておめでとうございます。まだ機会があれば日本で会いましょう。あ、また福岡行くんで、その時案内してください。お願いします。あ、日本に帰ってもまた待ってください。あ、OKOK、はい、日本に帰ったらまたカツさん、リオさんと一緒にフットボール、フットサルしましょう。あとは中学生と合コンよろしくお願いします。以上。